こちらのスピーカーケーブルをバナナプラグに変換してこのオーディオアンプに接続します。でアンプ用に、頼んでたのが初めてヤマダ電機に頼んだやつで、なんでかというと、まあどこも品切れで取り寄せなしとか入荷予定なしとか注文できない感じになってるサイトがほとんど で唯一ヤマダ電機だけがお取り寄せで OK だったので、これですね、これですねってまだわかんないよね。これ外さないか。パッケージはこんな感じ。まあオーディオテクニカなんだけどね、言ってもそんな、ね、高級なあれでは全然ないんだけど、お取り寄せっていう風になってたんで、思ったより早く届いた、うん、4、5日ぐらいだよね。でしたね、うん、あ、2セット入ってるじゃん。これで、あ、そっかそっか、スピーカーだもんね。それでいいんですよ。うん、そうだね、うんうん、こいつがバナナプラグになってて、アンプ側に差しつつ、くるっとやって、あ、完璧。お、完璧です。うん。で、これが、一応8ミリっていうのは間違いないので、いけるね。ちょっとこれ、うまく映るんかな？ちっちゃいから、これで、いってますかね。ここがバナナプラグになってて、でここを緩めるとここに入ると、うん、はい、うん、というわけで、じゃあこれお願いします。はい、はい、そしたら変換プラグにスピーカーケーブル Y ラグを挿しまして、ちょっとね映像を見切れちゃってて映ってないんですけど、でアンプに挿していきます。で、ネジを回して締めて、しっかり固定されてますね。ちょっと軽く押してみますが、ピクリともしませんので大丈夫そうです。はい、という感じで、無事にね、このデノン PMA800NA に今まで使っていたね 8mm ワイラグのねスピーカーケーブルを接続することができました。というふうでしばらくこの形で使っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。